はい、どうもロットンです。今回はデイリーレース B ニュルブルクリンクグランプリコースをグループ4のスプリントレースになります。3周のレースですね。で、このコースはまあシロックがいつも通り有利なのは変わんないんですけど、タイムアタック上位占めてたのがランエボなんですね。ランエボが意外と有利なのか、まあどうかはわかんないんですけど、まあランエボみんな使ってるんで、私もランエボ使っていきます。ランエボ、どこだっこ？試験か。目の前がいきなり、なんも森が見えたから、なんだっこって思ったけど、試験ですね。はい。これもまた嫌なところからスタートしそうだな。うん。まあ、やっていきますか。2、1、スタート。アクセル全開のままでよかったか。よし。じゃあ、まずは、後ろは、ちょっと離れてね。うん。よーし、1コーナー。12番手で結構後ろの方からのストープだから、気合い入れていかないとな。やべ、ミスった。早速ミスった。膨らみすぎたか、これ。まずは、前の11位を仕留める。仕留めたい。仕留めたいけど。仕留めたいけど。あんまり大きなミスしてくれないな。普通にブレーキングとかで勝負しなきゃいけないか、この感じは。うん、無理だな、無理だな、離されちゃうな。やべえな、普通に離されてるわ。さあ詰められるところを探そう。ダメだ、離される一方だ。離されちゃうなぁ、離されちゃうなぁ。どうしようかな。ちょっとだけ差が詰まった。でも離される、離されちゃうなぁ、離されちゃうなぁ。やべえ、意気揚々とまずは前を仕留めるとか言っちゃったけど、全然ダメじゃん。ブレーキ早かった、ブレーキ早かった。うん、離されちゃうな。全然追いつけねえな。どうしようかな。どうしようかな。全然追いつけねえ。やべえ。後ろもなんか追いついてきてるし。やーばい。全然追いつけねえ。全然抜かせねえ。全然いいところがねえ。うわ。うわ。荒らされちゃう。あかん。これはあかんで。あかんで。あ、おー、ちょい、11位はまあいいんだよ。その前の何台あれ、5台連なってんの。11位から5台、6番手争い。
番手争いかな。すげえ集団になってる。11位も追いついていくじゃん。後ろも来ちゃった。やべえな、なんもいいところがねえぞこのまんまじゃ。お、後ろが来た、後ろが来た、後ろが来た。ちょっと強引だったかもしれないけど、はいね、こっちだって、こっちだって、前に。おーし、いいぞ、11位に追いついたぞ。前が詰まってるおかげで。よし、壮絶なライブバトルだ。よし、いい、いい、あ、無理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 、まあ、無理か。すごい、この混戦に乗じて前に行きたいけど、抜きどころがね、この次のヘアピンは無理だな、抜けねえな。よし、11位に追いついたはいいけど、前が詰まってるせいで抜けねえ。抜けねえな。どう仕掛けるか。あーん、浮かせねえな、これは。最終コーナーも仕掛けられねえな、これは。差集めたのはいいけど、ちょっと極端に立ち上がり重視でいって、届かないよね。あ、1台、1台ミスった。よーし、1個だけ、最後に1個だけ抜いた。おー、なんか地味なレースだったけど、まあ何もなく終わるよりかはマシだ。あんまり見せ場がなかったけど、11位でフィニッシュしました。ゼッケンと同じ番号、ありがとうございます。